眼科専門医の平松です。今日は白内障の予防効果があるかもしれない食べ物についてお話ししようと思います。白内障の予防、白内障っていうのはやっぱ年齢によってなってくる、ね、白髪のように目の玉が白くなってしまうんですけど、これ手術しなきゃ最終的にはいけないことが多いんですけども、もちろんそれって人生何年で終わるかわからないじゃないですか。だからやらないで済む人もたくさんいるわけです。だからこそちょっとでも伸ばすことができれば手術しないで済むかもしれないわけですね。じゃあどういうのがいいのかっていうのを今日ご紹介します。ちなみにこんな感じで私は白内障に関することであるとか緑内障に関することや目の新しいニュースについてこういろいろお伝えしています。じゃあ今回のは何かっていうとですね、ルテイン、そして闘皮脂可皮って言って、まあ、この2つの含まれた成分っていうのを摂取することで、まあ、白内障になりにくいんじゃないかっていう研究データが出ました。それどこからっていうと東海大学です。東海大学っていうのが研究したんですよ。ただこの研究ちょっと注意が必要なのは、東海大学だけじゃなくて三点製薬っていうのも協賛、お金も出したりしてきちゃってる研究です。何をこれ注意かっていうと、三点製薬っていうのがですね、サプリメントとして闘皮脂可皮とルテインが含まれているものを売ってるので、まあ話半分だと思っていただいていいです。で、ちなみにルテインまだわかると思うんですけど、もう一回整理すると、ルテインって何かっていうと、よくほうれん草とかに含まれてる、あとマリーゴールドとかですね、黄色い、まあ、お花ですね、に含まれていて、目のいろんな加齢黄斑変性症とか白内障とかの予防効果があるっていうのは、これ、あの三点製薬とかそういうの関係なく一般的にいいと言われているもんなんで、まあこれはまずあのおすすめですよね。これは全然いいと思いますね。ほうれん草とかから摂取しやすいです。ただまああんまりほうれん草ってあんまり取りすぎると結石ができやすい人はちょっと要注意っていうのがあるので、ちょっとこれ頭に入れてください。ちなみに細かい話するとですね、ルテイン、あの今よくブルーベリーがどうのこうのって言いますけど、基本眼科で一番おすすめしているようなサプリメントとか、そのいわゆるこう栄養成分はルテインが主流だと思います。基本サプリメントよりは食事から取ってくださいっていうのが普通の考え方ですね。ルテインっていうのは今言ったようにマリーゴールドとか緑色のほうれん草とか、そういうものが含まれているわけですけれども、基本10ミリぐらい1日摂取すればまあまあいいだろうって言われてます。10ミリって言ってほうれん草ってこう1袋の中にこう何株か入ってるじゃないですか。あのうち2株なんですね。なのでひたしとかにすると、まあ、このぐらいの量になってきますので、まあ、そんなに大きい量ではないので取りやすいですね。じゃあずっと取り続けなきゃいけないのかっていうと、これもある研究であるんですけども、定常状態って言いまして、ルテインが血液の中である程度の量になるとちょっと食べなかったりしてもそんなすぐに減らないんですよ。だから、まあ、例えば週2とかぐらいにしていただいて減らすのもできるので、でも最初はね14日ぐらい飲んでほしいんですよ。なんで私こんなこと言うかっていうとですね、ルテインのね、あの研究やったことあるんですよ。でその時いろんなの調べたりとか、まあ、患者さんに説明したりしたんですけども、やっぱりその時重要なのは最初の14日ぐらいは摂取していただいて、バーッと血液中のルテイン量を増やすと。で増やしたらたまに減るんだけど、まあそれを補助してあげるっていう、そんな感じの取り方でいいんですよ。だから毎日毎日取んなきゃみたいによく言うんですけども、あのテレビでもどうしてもそういう伝え方が主流になってしまうんですよね。今の説明すごいマニアックすぎるんですよ。なのでまああくまでこういうので見ていただいたのでっていうことで、もちろん毎日取ったら悪いわけじゃないんですけれどもね、減ったら補充とかっていうようなイメージでも全然大丈夫なんで、だいたい10ミリ、10ミリ取っていただけるといいかなっていうふうに思っています。でルテインで効果があるのは、一番は言われてるのは黄斑変性って目の奥の病気ですね。で次に言われてるのは白内障とか老眼とか、そっちの方に関して、まあ、ある程度効果あるのかもなっていう感じですね。かもなって表現してるのっていうとですね、そもそもそんなデータあんまないものばっかなんですよ、だから栄養食品っていうのはあんまりあのサポートとしてあの考えていただければっていう感じですね。とはいえやっぱりなりたくないじゃないですか。あの白内障になりたくないわけなので、摂取するんであればそういう少なくとも黄斑変性に関してはまあ比較的エビデンスデータがすごい多いものなので、摂取するメリットは結構大きいかなって思いますね。闘皮脂可皮と僕もあんまし馴染みないんですよ。ネットとかで画像を見てみると見たことないわっていうような感じのもんなんですよ。九州の福岡県とか佐賀で結構有名な感じみたいですね。水中なんかの一種でして、でそこに含まれているポリフェノールが効果的だ。あの闘皮脂可皮ってどんな色かっていうとですね、紫色に近い感じですかね。なのでそれの色素が、まあ、効果的なんだろうっていうふうに考えられています。九州の人とかは多分食べるんだと思うんですけれども、少なくとも僕東京にいるわけですけど、東京だとあんまスーパーで見たことないんですよ。だから闘皮脂可皮が普段お家にあったりとか、なんかスーパーにある人は買って食べて、それいいと思います。なんですけど、まあ、無理やり取り寄せたりしなきゃってほどではないですけれども、まあ食べるといいんじゃないかなと。なので、まあ、今回まとめると白内障の予防効果としてルテイン、まあ、これはまあいいでしょうと、まあ、闘皮脂可皮っていうのはまあ一つ、まあ、かもなみたいなデータとして出ました。
いう感じで。で、これなんでわざわざこれ紹介したかっていうと、すごい爆発的ですっていうことを言いたかったんじゃなくて、世の中にはこれが目にいいとかいろんな情報って出てくるじゃないですか。で、これ、どの程度目にいいのとか、どの目にいいのっていうのは結構あるんですよ。全部の目の病気にいいなんてありえないんですよ。なので、これにだけはいいとかってほとんどなんですね。だからそこら辺をちゃんと説明して、どの程度効果があるのか、あとはどういう形で接種したらいいのかっていうことを一応ご説明、データとしてご説明できればなと思っています。なぜこれを言うかっていうと、私の外来に来る患者さんっていろいろこう、できれば白内障手術したくないとかっていう方もやっぱいらっしゃるわけですよ。で、何でもかんでも進める医者がいたりして、そういうこう嫌だから来るっていう方もいて、まあどうしてもしょうがなくなったら、じゃあうちで手術しましょうってことになるんですけども、そういう方に、じゃあこれいいんですか、これいいんですかってよく聞かれるんですよ。聞かれると、医者って適当に、いやそんな全部聞きませんって言っちゃうんですけど、一応僕聞かれたら全部調べるんですよ。調べて、あ、これはちょっとデータ弱いねとか、これはまあまあいいねとかっていうのを、その場では大体答えられなくて、次回までちょっと調べとくから話しますよみたいなことが多くて。だから、こういう感じで、新しい栄養とかいろんなデータが出てきたら、少なくとも僕は、これどうですって言ってくれれば、ネット上で僕言い悪いってあんまり言うと、ね、医者が推薦してたってなるとあんま良くないので、だから、個人的に診察来てくれた時とかはお答えしやすいかなと思っています。今日は白内障の予防効果としての栄養素についてお話ししました。